穏やかな水面でまくり決着が続く準優進出戦。迎えたカードは第10レースです。出走メンバーは1号艇福岡の宮田正勝、2号艇福岡の中辻隆人、3号艇徳島の横川聡、4号艇兵庫の松下直也、5号艇兵庫の東司智人、6号艇福岡の日枝誠也、以上の6人の選手によって争います。地元1号艇の宮田正勝、2号艇中辻隆人が飲水機を固めます。今ゆっくりと1コースへと入ってきます。予選2位通過、自力で掴んだ1枠を生かすか、1号艇宮田正勝、そしてオール3連帯マーク2号艇中辻隆人が2コースから。3コースフライング休み明けの今シリーズ予選を通過しました3号艇の横川聡、そして兵庫コンビ4番の松下、5番の東司、4番の松下が4稼働、5コースが5番の東司智人、6コースフライング休み明けも果敢なスタート構成を見せる6号艇地元の日枝誠也。第10レース枠なり3対3インコースから1番、2番、3番、ダッシュ、4番、5番、6番です。2秒前、1秒前、スタートしました。第10レース、スリット後のつかせる内側3艇、1号艇、2号艇、3号艇、一周1マークの旋回、インカに逃げる1号艇の宮田、3号艇、横側の幕出し、サシのハンドルは2号艇の中辻、バックスエッジ刺した、2番の中辻が一歩リード、内側通って上がってくる4号艇の松下、スタートは前提正常でした。さあ2号艇の中津に食い下がる4号艇の松下直也、1周2マークの旋回、2マーク先行するのは2号艇の中津、6番を回してからのサシハンドル、4号艇の松下、先頭は2号艇の中津隆人、2番の中津先頭、2番手が4番の松下、上位2艇は2番と4番、3番手が5号艇の東司智人です。2周の1マークトップ旋回は2号艇の中辻、2番手4号艇の松下、3番手仕掛けてきた1号艇の宮田、切り込んだ5号艇の東司智人、バックスレッチになんとかしのいだ5番の東司、さあ前を走る4号艇の松下に接近中、5号艇の東司智人、その後ろに1号艇の宮田正勝、2周の2マークトップ旋回は2号艇の中辻、2番手4号艇の松下がキープ、上位2艇は変わりません、2番と4番です、3番手が5号艇の東司智人、その後ろは1番の宮田、6番日枝の接戦、最後方が3番の横川聡、3周の1マークトップ旋回は2号艇の中辻隆人、2番手4号艇松下直也、3番手が5号艇の東司智人です。上位の体形は2番、4番、5番です。この2、4、5、3連単オッズは 138.2 倍です。ラストターンマーク、トップ旋回は2号艇中辻隆人、2番手4号艇松下直也、最後攻め込んでくる1号艇の宮田、かわしました5番の東司、3番手の位置をキープ、上位体系2、4、5で間もなくゴール、先頭2番ゴリン、4番、5番の順でゴリン、1番ゴリン、3番と6番、6番と3番は接戦でゴリン、以上、前提ゴールインしました。